の話を聞きましょうか。はい、おはようございます。はい、今日はですね、心拍をやろうと思います。その前に、これがね、今朝、ここにくっついてた、どこだ？この辺か。ということで、もう相変わらずほっぽりっぱなしの私がですね、これ2月に撮影したやつですね。この辺の食い込みとか針金、ね、見えますかね、この辺の。この辺もかわいそうですね、もうね、これちょっと今朝見つけたんで、作業しなきゃということで、剪定はね、もうちょっと経ってから、11月以降がいいと言いながら、もうちょっと食い込みがもうひどいんで、針金外してちょっと作ってみようかなと、はい、いうことですね。今いくつだ、身長っていうか樹高か。これが、あ、こっち反対、ここが20センチですね。伸ばせば30センチですけど、これをできれば10センチ以下にしたいなと。で、おそらくちょっと前回やった時に、多分仮に頭をこの辺作ってって話をしたんじゃないかなと思うんですけど、はい、将来的にはここでと。いう、ああ、そう言ってた気がするね。なんか2段階で考えてたような気がするん で、ね、結構元気になってこう、だいぶ葉っぱは成長、成長して玉になってるんで、10センチってこの辺をね、頭目指して作ってみようかなというふうに思います。はい、じゃあ、針金外しから終わりました。はい、あの真面目なスタートで針金外して剪定してというところまで。なるほど、はい、あとラフィアもですね。この時期に剪定すると杉っぱになりやすいってことですか。安いっていうことだったんですけど、11月の方がいいって、ね、そうですね、11月以降ですね、はい、冬場の方がいいんですけど、今やっちゃうと、やっちゃえってやつですね、はい全然なんか言ってることがね見たいんだもん、しょうがない、いや、しょうがないじゃないっていうね。それで、まあ、本当に杉っぱになるかどうかをまた確認しましょうというね、いうことでいいと思います。じゃあこの辺から外しやすいところからで、外すのもあのぐるぐる巻いてもいいし切ってもいいんですけど、幹を傷つけない方法で、はい、はい、やればですね、直線だった枝を曲げたんですよね、これ。そうです、そうです、う、ねじった、そうですね。詳しくは、2月の、そうですね、8ヶ月前の動画、8ヶ月を見ていただいて、はい、はい、針金外しは先端から、先端から、そうですね、かけた時の逆ですね、とりあえず、はい、はい、外しました。とりあえず針金外し終わりましたんで、はい、やっぱりね、いくつか こういうところですね、皮むけちゃってますよね。むき方がね、悪いとここの周りを削るんですけど、まあ別に上手だって言ってる意味じゃなくて、だけど普通に取っただけなのに皮がむけちゃってる、見ますね。ここもそうですね、この辺、こういうのとか、はいはい、ね、やっぱ当たってるところが、むけちゃうで、引っ張って向けたというよりは圧迫されてて向けちゃったのかちょっとわかんないですけどね、はい、ということがあるんで、次ラフィア巻いてですね、剪定をバチバチバチっとやっていこうと思います。やっぱあれですね、針金かけ外すのはどのぐらいで外したらいいですかとか、あ、質問あるじゃないですか。そうですね、だけど食い込み始めたら外すって感じですね。そうそうそう、そうですね。これだって結局8ヶ月、8ヶ月は結構早いですよね。やっぱり見て、そうですね、外す時期は決めた方がいいんじゃないかなと、はい、ですね。だからあんまりほっぽっとおかないということですよね。そうですね、まあこれ臓器だったらもうアウトですからね、こんな食い込んじゃうとね。結構ねじったんだ。そうですね、ねじってあったところもあるし、これだけラフィア巻いたってことはやっぱりねじってると思いますね。潰してると思いますね。まあブラシでやった方が早いんですけど、ちょっとまた皮むける可能性もあるんで、丁寧に一応。とりあえずラフィアを取りましたね。あんまりこう磨いちゃうと皮も一緒に取れちゃうんで、まだ少し残ってますけど、あ、いよいよじゃあ剪定を、はい、はい、やっていきましょう。まあとりあえず長いの先に切っちゃって、はい、ちょっとそれからまた考えましょう。そうだな。もう陣つくんですか今日。陣ないところ。もう頭をね、さっきの位置にしちゃうんであれば、うん、もうそうですね。陣作りですね。そうしましょうか。お、やっちゃおう。じゃあ、これってことはもうこれ全部いらなくなっちゃうんですね。そうですね。挿し木いっぱいだけ。もうこの、あ、これも見えますね、なんとなくね。じゃあ取っちゃいましょう。全部。ここからが本番ですね。ここからが本番。そうですね。そうですね。枝をちょっととりあえず全部取っちゃいますね。はい。はい、
まあ、一応ジンを作ってみて最終的にこんなにいっぱいいらなくなるかもしれないですね。であと計画的にやる人は逆にこれ残しといてもっと太らしてもいいかもしれないっていうですね。確かに上残しとくのはありですね。ね、これ辺残しとくのはありんですけど、多分こんな細いのはちょっとジンにならない、もっと詰める可能性ありますけどね。とりあえず、うん、あの一回抜いてみて、ちょっと話してる間に、だいぶめちゃめちゃさっぱりしてます。さっぱりしてますと、それでちょっとまたあれですね、途上したやつを取っていきましょうか ね, うね。あとこういうのも切るのもよくね、あの言いますけど、この葉っぱ切らないように軸だけをね、はい、はい、斜めにハサミを、そうですね、入れましょう。なるほど、こうだね、こうですね、はい、で切ると。一応ですけど、これの姿を予想して針金はかけたはずなんですよね、うんうん、この動画が証拠映像です。そうですね。であとはちょっとここの枝がここがちょっとまっすぐなのと、まあ今度2つあればいいかなっていう感じがあるんで、これ抜いちゃいましょうかね、はい、それとこの下かな、これですね。もったいない気もしますけど、これを刺せますね。刺せます。これもう一回畳んでもいいかもしれないですね。はい、もう大体見えましたね。でもね、うん、とりあえずジン、ジンを作る、ええ、ジンを作る、はい、柔らかいジンですね。皮が生きてる時の方が剥きやすい。そうですね、皮が、そうですね、はい、これが冬場になっちゃうとくっついちゃって剥きづらくなるんで、うん、ああそう、それでこういうのを少し潰しといた方が、はい、皮と中の芯をですね、離すと、こういうの気にならない気にならなくなっちゃったですね。そうですね、剥けたりするとそういった関係なくなって、かえってきっかけになったりですね、これね、こうやってで、これ剥くとまたもっと細くなると思うんで、うん、と陣がうるさい気もうるさいですよね、しますね、うん、陣はだから最近ちょっと難しいなと思うのは、前あの赤松でね、陣がいっぱいあるやつ、あそこの天神の、はいはい、あの全部切っちゃったやつですよね。切っちゃった、あ、そうそうそう、陣が悩みどころだけど、もう誰もが言うのがやっぱりこんなにいらないって、うん、うん、まして赤松なんでね、それをなんか怒り陣とかってね、よく社長言うんですけど、うん、どこら辺まで詰めるか、なるほど、うん、だから陣はちょっと難しいなって最近、うん、心拍だったらね、なじゃあいいのかって。天然の陣をあんまり見ることないですからね。そうなんですよね、山の上の方行かないと見れないから、参考資料がね、あんまないんですよ。そうなんですよね、その陣の是非っていうかね、うん、あっていいのか悪いのかっていうのが、どうしてもその立派な陣のね、陣がいっぱいある心拍のイメージが強いから、うん、なんとなくつけたくなるんだけど、この時期まだ剥けるんで、指で剥けますね、結構、はい、だいぶあのシャリっていうか陣ですね、うん、皮むきが終わってきたんですけど、ここが頭で、ここの上を切るんで、あんまり近くないところにこういうふうに一回切れ目を入れてですね、それ以上下に行かないように境目を作ってことですね。そうですね、ということが大事だすよっていう、出すよってとりあえずそこだけ、はい、はい、あ、やばい、あ、やばい、抜けちゃった、やばいと言ってたら失敗しました。やばい、頭なくなっちゃったら大変、頭なくなっちゃったら、まあちょっと2つあるんでね、とりあえず抜けちゃったんで、これもう切っちゃいます。はい、やばい、うん、と思いますけどね、裏側ですもんね、はいはい、そうですね、え、裏というか正面ですね。あ、本当ですか、まあ、あそこかそこ、これ結構やばいですね、結構やばいですね、うん、近いですね、はい、うん、ギリギリセーフだと思いますけど、そこで枝が生きてたらいいところにシャリが入ってるって、うん、そう余計なことやっちゃった余計なことやっちゃった、ペロッといくからね、怖いんだよな。怖いですね、うん、確かに。そうですね、あ、これでいきますね、よかった、ペロッと。とりあえずカットパスタ塗っていきましょうかね、うん、か、一応焼け込んでね、中に入っていっちゃうと可能性はね、ええ、可能性あるんで、ちょん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 と、よくあの石灰溶合剤はダメっていうのはやっぱここのここから入るからなんですよね、ここからね、なんでたまにやるのはこういう陣を剥いた時にこの際をカットパスタで止めて、こ
ここから石灰溶剤塗るのは問題ないですね。で普通は、ちょっと放置して、放置してからですね、半年ぐらい経ってから、そうですね、溶剤塗りますもんね。はい、そうですね、すぐはやめた方がいいですね。ジンはじゃあアルミ線巻きますかね。ああちょっと長いな、でもな、これ細いのはダメだな、やっぱりね、不自然に見えちゃうですね、うん、でまあちょっとこう あっても、うん、はい、ちょっと3つ並んじゃってるって感じですか。ああだからこんな風に変化して、まあ全体的に曲をつけながら最後ちょっとこっち流れるようなつけ方ですね。あここにもあった、ああですね、そこは今切ったやつじゃなくて元から、うん、そうですね、2月に切ったやつなんでちょっと剥きにくくなってますね。だけに剥くには最初の時ですね、うん、そうですね、つける木を剥いた方がいい、そうですね、切って新鮮なうちに、新鮮なうちにもう取れなかったらこれはもうあとそのうち雨にさらされたりしてだんだん腐っていくんで、うん、時間経過とともに取れていくのを待つっていう方法ですね。じゃあ針金ですね、はい、何も言ったかもしれないんですけど割と銅線で陣やると黒く残っちゃって取れないんで、はい、アルミ線でやります。でアルミ線も、これが2ミリかな、太さがこれだけ太いんでこれとこれ、はい、それとこれとこれというふうにかけたいと思います。手前のやつは2本かける、うん、これは2本ですね、はい、生きてる状態じゃないと、やっぱこういう曲げるのも大変な、あそうですね、柔らかいうちですよね、前みたいにお湯でやったり、そう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 、うん、お湯とお湯とハンダゴテで曲げたりとかになっちゃうんで、今のうちに曲げておくのが、そうですね、これがぴったりいくとね気持ちいいですよね。あま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 あですね、すごいですね、まあまあ5ミリぐらい短かったですね、くわー大体それはでもまたそのシリーズになっちゃう否定しなきゃいけないよねそんなことないですよって言わなきゃいけないんだけど、失敗したら素人ですからどうでもこういうところのイメージかな。ちょっと間空いちゃいますけど癖付けなんで、うん、針金と針金の間が揃ってる方が綺麗、ね、綺麗だったことですね、だけど、はい、まあ癖付けなんで、ちょっと開いちゃってもいいかなって、うん、はい、あまたいい感じですね、ぴったりぴったり、ベテランの腕だ、え、いや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 否定しろっていうので、ね、ここら辺は少しじゃあ意識して揃えてですね、針金を揃えて、もうこうやって揃ってる方法はまあ綺麗ですよね、はい、だからこういうの考えてないから行きようがないんで離れちゃうんですけどね、なるほど、はい、でまあこっち正面なんで、あでもなんかいい格好してんな、やっぱり曲げといたんでね、その癖が残ってるんでいいと思いますね。これ前もよく幹曲げと一緒なんですけど、あんまり右左右左と同じ風にやるよりはこっち行ってね、右に曲がったらもう一回右行くとか、不自然に曲げるっていう難しいんですけどね、うん、この陣の本数がある時の曲げ方って、寄せ植えのあれに近いの、ああはい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 、ね、かもしれないですね。似たように曲げた方が、うんうん、そうですね、自然に見えるじゃないですか。見えるそうですね、はいはい、こういうのもですよね、ちょっとこう、うん、くっついたり離れたり、ね、これ揃って同じようにやったんじゃダメなんで、うん、変化をね変えつけていくってことですね。これはな問題だな、これなら陣なくてもいいって、まあ、そうそうそうことですもんね。しつこい、うん、しつこいんですよね、そうそうそう、ちょっとね正直言うと全部もう本当陣に3センチだけでもいいし、うんまあ、好みなんですかね、うん、こういうのそうですね、ただ切っちゃうと終わりですからね。そうそうなんですよね、やっぱり太い一番太いやつは一番高くなっておかしいんで、はいはい、そういうことも考えて、そうするとこれを低くする。基本はやっぱり前にね少し来ないといけないんで、はいはい、前に来ながら、フルッパですかね、枝元のこういうやつとかですね、枝にならないやつちょっときれいに整理して、はい、針金かける前にですね、でこういう空いたところはまた畳み込めばいいんで、うんはい、ただまだ皮むける時期なんで注意が必要だということですね。はい、この古い葉の置き方っていうのは、ええ、ん？なんかやりましたね。再石灰？ああ、そうかもしれないですね。コラボ。冬の
そう。コラボっていうか、僕も掲載されてなかった。はっきり言っちゃった。掲載されてないですよ。一緒にやりましょうって言ったのに。そうですね。盆栽球の名前入ってなかった。なかったってやつですね。はい、敵機を逃した時ですね。そう。でこういうやつ、こういうやつですね。こういうのはいらない。で、ただこの枝はね、今下にあるんですけど、この枝が、ね、枝の下にあるんですけど、ちょっとここは枝数欲しいんで、こういうのもこうひねれば横になりますから、はい、下から切るっていうんじゃなくて。出た時のことを想定して。そうですね。ここは枝数欲しいんで、何度か使おうって。こういうのは取っててもしょうがないんで。これもいらないですね。これもですね、成長点がないんでね。まあ、成長点っぽい感じはあるけど、こういうやつですね、はい、これもいらないですね、はい、もうこれはあれですね、そうですね、もうほぼできてますね、これね、頭これでやるとちょっと寂しいんで、うん、多分それ意識してると思うんですけど、これ2つで全体で頭作るようにして2つの枝ですね。じゃあ銅線で、なんかアルミ線でやる人はやっぱり多いみたいなんで、ここはやっぱり銅線でやらないといけないですよね。セレブ、ね、もう今や銅線使う人はセレブ。セレブですよね。セレブっていうか、そうなんですか。あ、そういう意味ね。高いですね。高いからね。はいはいはい。あれと勘違いした。レジェンドか。大量に買い込んだんでね、実は。なるほど。値上がりする前に。値上がりする前に。これは20番。20番で、はい。うん、まあちょっと足んないといけないんで、ちょっと長めに、はい、ここですね、あの針金の食い込み跡を避けてって、まあ、これもよく言って、ここ食い込み跡があるんで、そこを避けてかけるということですね、うん、これはもう、うん、もよぎ、そうですね、もよぎですね、今2本あるじゃないですか、目薬2本じゃないですか、あー、そうそう、とりあえずはね、とりあえずは2本で、最終的には1本にするんですけど、それが決断難しいですよね。まあそうですね、どっかの枝犠牲になりますよね、きっとね。なります、そう、樹形が変わりそうですよね。変わりです。で、もう指じゃなくなると、うん、で、まず頭はね、当然残さなきゃいけないんで、うん、頭のないところ盆栽で、これ樹齢何十年、はいはいはい、いや何十年も作ってられないよ、って言うけど、その時々の最高点を、あ、そうですね、ずっと出してるから、そうですね、この間なんか取材でそういう風な話があって、うん、それって常に、うん、まあ変化しますからね、あの終わりがないってね、よく言うけど、そういうことですよね、何十年やんなきゃできないんじゃなくて、うん、毎年出来上がった中で、っていうことですよね、そうなんですよね、これがね、うん、伝わってほしいですね、いろんな、そうですね、初心者とかやってない人でも、やってないとこの動画見てないんですよ、やってる人しか見てないんですよ、理解するの難しいですけどね、難しいですよね、まあ、でも終わりがないっていうことですよね、うん、常に成長し続けると完成はないってよく言いますよね、これであれでしたっけ、前回人間と一緒ですねって言ったんですけど、違うか、人生と同じ、あ、人生と一緒同じ話をいつもしてるっていう、人生には完成がないんだって、うん、失敗して枝が枯れても、うん、後々人になってそれが魅力になる可能性があったりとか、ね、あ、そうですね、そうそれが自然になってたりするわけですよね、そこが良かったりするから、うんうん、そうなんですよね、調子、若い時調子乗ってガーッとやってて痛い目見たのが枯れてそうまた良くなるっていうね、そこが哀愁となって、そういい魅力的な人間に見えるかもしれない、そうなんですよね、一緒ですね、人生と、ね、人生の勲章みたいなもんですよね。開けるかな。開けましょう。はい、いや本当はね、もっと綺麗に棚作りたいんだけど、うん、もうお昼だし。なんかやっちゃって。ちょっとだんだん雑になってきてますね。正直、あれですね、こんないらないっていうね、ちょっとこう低いじゃないですか、そうですね、木自体がね、うん、低いからちょっとでかすぎるような気がしますけど、ね、でかすぎますよね、まあ、それはゆくゆくってことですね、ゆくゆくは、次の人が次の人がまた短くしてもらえればいいんで、まあちょっとざっくりですけど、はい、この辺正面ですかね、ちょっとね、まだこれから
棚を作っていく段階なんで、はい、細かいところまでかけてないんですけど、まあ、小枝までっていうところですね。小枝の孫枝までかけてないっていうところですね、うん、そうですね。ここら辺を一つすっきりさせて中見えるようにしたっていうところと、これかな、これはもうちょっと畳み込んで、まあ、ちょっと杉葉ですけどね、この辺がポン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 と棚になってくればなんとなく盆栽っぽくなったかなって。いわゆる、うん、大体松とかで、ね、絵でこう描く昔の盆栽のイメージ、はいはいはい、そうですね、まあ、あとなんかこう流れが強調されてますよね、うん、さ高さが高さ自分入れずに、うん、あ、入れなきゃ10センチ、9センチぐらいになりましたよね。9センチですかね、うん、はい、入れなければ、まあ、入れると20センチぐらいか、うん、まあいいんじゃないですかね、こんな感じで小さくできましたって、ね、はい、いうところで、もうちょっともうお昼過ぎてるんで、お腹減っちゃった、お腹減っちゃったんで、あの春がりかけも荒っぽくなりましたけど、はい、まあ、でもこんな感じで、まあ、そうですね、これが差し枝ですかね、うん、あと適当にポンポンポンと配置して、そうですね、裏枝もこんな感じで、もうだって枝ができちゃえば完成と、うん、完成ですね。で今後は、うん、まあ、植え替えもあるんですけど、うんうんうん、多分シャリこっち側ですかね、こそう、どっちか、こっちか、頭がこれなんで、あ、ここが、うん、そうですね、ここがシャリなのかな、まあどっちかですね、どっちか片方、今2本あるんで片方を取っちゃうと、なくすと、水水を1本にする、そうですね、で残った水水がこう肉巻きしてたらもう、うん、もうもうかなり良くなるっていう、良くなりますね、感じ、そうですね、こっちかな、難しいな、最悪こっちを諦めればこっち取るかもしれないですね、うん、こっち側か、これが、ずーっと来て、でここに繋がってると思うんですよ、これは、あ、この、うん、こっち側は、はい、これを犠牲にしてこの辺で差し枝を、だからこれで今頭一緒に作ってますけど、これでこっち側の枝を作っていくようになれば、うん、これを取っちゃってこっちを削ると、せる、うん、こっちはこれだったら取れないですもんね、ここはね、うん、これ取れないんで、将来的には今言ったようにこれを、うん、上側の方 を取っちゃって、これも切っちゃって、これでこちら側の枝をカバーすると、うん、そしたらまあ結構な傷み気ができて、いやー、できますね、結構な、これだけのね、いいお値段するんじゃないですか、そうそう、これでこのサイズですからね、お金の話ばっかりしたけど、うん、正直めちゃめちゃ、うん、よくな、まあ、よくなると、うん、10センチっていうと欲しがる気になるですよね、うん、ということで、素材からこういう風に、そうですね、そうですね、将来はこういう風にしていくと、そうですね、ここら辺ですね、正面ね、というところですね、はい、で本当はね、あの動画的には植え替えしたいんですけど、ちょっとね、あのこの時期も10月できない、これあれですかね、エコーとかって、うん、頑張ります、やるんですか、はい、今日はここまで。よくわかんない。ここまで。エコー聞いてくれればということで、とりあえずここまでできましたので、ありがとうございました。撮影日は10月の16日です。そうです。一昨日一人寂しい誕生日を迎えました。あ、おめでとうございます。そう、あまりツイッターとかで言う人いますけどね、はい、言ってもいいんですけど、答えるだけなんで。10月の 14？ そうですね。ちょっと鉄道の日ですねっていうかっていうツイッターがあったんで、それに乗せててっちゃんの日でもありますよって、てっちゃんの鉄の字が違うんですけどね、てっちゃん、こっちのてっちゃんも、こっちのてっちゃんも記念日ですよって言おうかなと思ったんだけど、鉄道の日と同じなんですね、そうですね、そう、あとなんだっけ、うどんの日とか、うどんの日でもあるんだ、なんかそんな食べ物のなんとかの日、何歳ですか、20歳になりました、はい、30、そうだから前も言ったけど20、ここ6年なんで、はい、26歳以上だってことは、まあ、バレちゃってますよね、今僕の10個下かな、かんちゃんとあんまり変わんなかった、老けてますね、老けてますね、そうそうそう、昔あれだ、長嶋さんが確か言ってたんですけど、若いですねってよく言うじゃないですか、うん、本当に若い人には若いですねって言わないって、え、若く、うん、僕いつも言われますけど、え、あ、そうなんですか、若くないんだそう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 、若くない人に言うから、そういう、あ、なるほどね、大体でも35ぐらいって言われます、あ、でもそんな、え、ぐらいじゃない、もう40です、いや、40？ もう40になります、そうか、40です、40の40か、まあ独身、あれもかっこいい、そうですね、募集中です。
あれじゃないですか、格好も若いからじゃないですか。格好若いんですか ね。気持ちはずっと18歳じゃないですか。ああ、そうですね。そうですね。18歳に戻りたいかっていうと戻りたくないな。僕はやり直したい。やり直したい。ああ、そうですか。今の知識のままですよね。ああ、そうね。そうね。そしたら多分違うことやってたっていう、ビットコイン買って、ああ。そういうんじゃないか、さっぱりで思い出したけど、この間床屋さん行った話、先週土曜日床屋さん行って、散髪屋さん行って一通り終わって、こうやって散髪屋さんってこう肘つくから手触るじゃないですか。で、嫌だなと思ってアルコール消毒したいなと思って、ただ鏡の前にこうボトルのポンプ式のやつがあって、で消毒しようと思ってビャーってやったらシャンプーだったっていう。すっげえ恥ずかしくて。で、普通シャンプーって男の人ってそんなに使わないから、うん、ポンプの半分ぐらいちょっと使うぐらいなんだけど、アルコールって結構弱いから、うん、粘度低いから2回ぐらいやるぐらいビエってやったんで、すごい量出ちゃったんですよね。恥ずかしくてね、お店の人は笑ってくれたんだけど、アルコールが入り口にありますよとか言われて、もう隣の人もねこうやって笑いをこらえてるんで、恥ずかしかったけど面白かったですね。